これなんか来ましたね、ドア。ドアですよ。ものすごい、なんだろう、これ未来の家なのかな、未来の玄関なのかな。あのハイテクなもの今日はご紹介します。というわけでフォトシンスの川瀬さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、このねアケルンというものが僕ね今もう本当に全然分かってないんですよ。なんで一体何なのかというところからですね、はい、ご説明いただければと思います。はい、わかりました。はい、アケルンですね、あのいつも、まあ、皆さん鍵を持ち歩いてるかと思うんですけど、その鍵がですね、スマートフォンが鍵になるというような、まあ、そういったこの鍵穴に差し込んで回す、これがいらなくなる。それがいらなくなる。あのスマートフォンで、まあ、ボタンを押すと家の鍵が自動的に開くというような、そういったのデバイスになります。はい、デバイスでございますね。はい、これは、はい、もう家のドアごと取り替えなきゃいけないんですか。いや、そんなことは全くなくてですね、はい、このアケルンをここの、まあ、これドアの内側になるんですけど、はい、内側にペタッと貼り付けるだけで、それだけで、あ、じゃあこういうタイプの鍵だったら僕の家でもすぐに取り付けられるんですね。そうですね、後付けでちょっと特殊な粘着シートがあってですね、そこでペタッと貼り付けるだけで、まあ、ここ物理的にアケルンが回してくれるというようなものなんですね。あ、なるほど。じゃあ今逆向いてるけど、はい、多分これが家の内側なんですよね。あ、こっち側が内側で、こっち側が外。そうですね、はい。だからアケルンがついてても当然外からはね、普通のそうそう、アケルンがついてても見えないところが一つの、はい、ポイントですね。室内側にアケルンがついていて、ベチャッとつけるということですね。外からこのドア越しに、あのスマートフォンでボタンを押すと、あのアケルンが自動的にドアを開けてくれるというような。ちょっと早速、はい、物を見せていただいてもいいですか。これがあのアケルンになります。あ、かっこいい。ありがとうございます。こちらです。あ、へえ。普通に玄関にあってもちょっとおしゃれな感じでいいですね。こんなもんなんですね。手の上に乗るぐらいのサイズで、ちょうどこの後ろの部分がですね、はい、つまみに、サムターンと呼ばれるつまみにアジャストさせるための機構になっていて、それが、まあ、物理的にアケルンが回してくれるというシンプルなものになってますね。アケルンが僕らの手みたいにこうパコッて入ってて、そうです、そうです、こう動くわけですね。つまみをサムターン、はいはい、サムターンを回してくれるというそのものになってますね。皆さんご覧いただけますかね。家の内側ですね、これね、室内側で、ここにアケルンをかぶせるとこの中でこれが動くわけですね。アケルンがこのつまみを回してくれるというわけですね。ちょっとじゃあもう早速実際やってみましょう。はい、非常にシンプルで、ここにですね、まあ、ペタッと後付けで斜めにならないように、あ、これだけなんですか。これだけなんですよ。あ、もうドライバーとかも何もいらない。はい、いいですね。これだけです。もうこれだけで、すごい、これはすごい。これだけで、スマートフォンで、この自分の家の鍵を開けることができるんですね。はい、で実際ちょっとご覧いただきたいと思います。スマートフォンを立ち上げるとですね、開けるの専用のアプリがあるんですが、はい、ここでボタンを押すと、まあ、このように。で、こう開いた開いた。で、中に入ることができると。へー。で、外から開けて、まあ、中に入りますよね、はい、で中に入ってドアを閉めると、実は開けるここでドアが閉まったことを検知して勝手に閉めてくれるんですよ。すごい。なので、外から開けるときにはこちら、そっちが外でこっちが内側ですね、はい、外から入るときには、スマートフォンで開けると、で、扉が閉まったらそのままもう閉じまりを勝手にしてくれるので、あとはもう閉め忘れがない、閉め忘れなくて部屋でもゆっくりしてただけと。これ何でどう検知してるんですか。あ、これはですね、ここに、まあ、今センサーこれオプションでついてるんです。ああ、なるほど。デフォルトで入ってて、はい、それをピタッとここにつけることによって検知してますね。こいつがじゃあ、おまけでついてくる。おまけで必ずついてます。部屋に入った時の鍵の閉め忘れを予防するためのセンサーもおまけについてくる。そうですね、これ別につけなくても、まあ、スマートフォンで毎回操作すればいいんですけど、勝手に閉めてくれるっていうところの方が安心かなと思うので、そうですね、そのために、まあ、これも、まあ、つけてもつけなくても大丈夫って感じですね。なるほど。ちなみにこれなんか押すと動いたりとかもあるんですか。あ、そうです、そうです。で今度逆に、はい、そうです、そうです、外に出るときってここを押せば、はい、出れるので、こういった感じで出る、はいはい、で、また外に、まあ、慌てて自分もよく会社とかギリギリ行っちゃうんですけど、そのまままたこれが
閉めたことを検知するので、これ完全にオートロック、ペタッと貼るだけでオートロックになるんですよ。すごい。なので出るときにはスマートフォンはいらないので、もうここを触って勝手に開けてくれると思う。はい。で出て行ってそのまま走って会社まで行けると。もうこれで便利ですね。鍵を全く持ち歩かなくていいということですね。あともちろんこれ、外側でございますけど、はい、ここに今まで持ってる鍵を差し込めば開けることができるんですよね。はい、鍵で開けます。あ、大丈夫です。あ、ですか。はい、鍵で開けます。で、あとですね、ここでこうやってガチャガチャ開く感じですので、こっち側で要は鍵でも普通に開きますし、こちら側では、自動的にこうやって今みたいに回るので、スマートフォン持ってない人でも、これまでの鍵で普通に出入りできてるし、まあ、ここで後出るときはタッチすればいいだけなので、これまでの鍵の体験全く壊さずにペタッと貼るだけでオートロックにもなるし、スマートフォンでも操作できるし、すごいですね、っていうような、これまでの便利さを全く壊さなくてさらに便利になるような、そんなものになってます。ね、新しいもの好きのおじいちゃんはいいけど、おばあちゃんは絶対鍵じゃないとやだみたいな家でも置けるということですね。で、これが例えばスマートフォン持ってないお母さんとかでも普通に、まあ、鍵は最初使っていただくだけですけど、あともう全部オートロックで勝手に閉めてくれるので、うん、Z 好きの方でもそうでもない方でも楽しんでいただけるというすごい、その共存できるというか、そうですね、ガジェット好きの人間とそうじゃない人は喧嘩をしなくて済むっていうのはいいですね。そうですね、必ず便利になりますので、なんだろう、まあね、探しをするわけじゃないですけど、鍵だから、はい、セキュリティって怖いじゃないですか。怖い、怖いですね。これ Bluetooth で接続無線ですよね。はい、そのあたり大丈夫なんですか。大丈夫です。私たちもセキュリティにはかなり力を入れていてですね、はい、例えば、まあ、大手 のセキュリティを専門で扱っているその検証機関があって、はい、そこにもうソースコードで渡して、はい、もう全部中身からセキュリティホールがないかというところのチェックをしていただくとかですね、うん、そういった基本的なところはもう全部やっていて、あとはもうまずあえてハッキングしてもらってですね、それで開かないかどうかというチェックもやっていたりですね、そこは厳重に見ています。なるほど。じゃあ、自社だけではなくて第三者の目を通しても、セキュリティ上問題がないっていうことを確認されているということですね。そうですね、はい、こうした力入れてますね。大事ですよね。大事です。ここは大事ですね。わかりました。ではもう少し、はい、アプリの方の機能に関して詳しく教えていただけますか。はい、はい、これが今ゆうやの部屋っていうような、はい、開けるんで今最初登録してるんですけど、まあ、これをクリックするとですね、ここで今こうふわふわ今動き始めたと思うんですけど、ここでふわふわなったタイミングで、はい、Bluetooth につながっているので操作ができるというものですね。本当だ。それ動き的にはこう外側からですね。そうですね、はい、でこう開閉する、はい、でこれで、センサーで検知をして閉めると、もちろんここでロックと自動的に変わります、はい、で電池残量も、実はアキルン自身がどのくらい電池が残ってるかも把握できるので、あと今 93% って書いてますけど、それも全部リアルタイムでアキルンで、なるほど、送ってくるというものですね。この、中には、はい、炭酸電池が入ってますね。はい、炭酸電池が4本入っていて、通常の利用だったら2年間持つようなものになってます。おー、すごいですね。そうですね、これは私たちもかなり力を入れていて、はい、まあ、それこそ、まあ、基本的な、まあ、回路の設計だったり、あとは、消費電力を抑える、まあ、まさにその BLE という、まあ、はい、Bluetooth Low Energy を使うことによって消費電力をかなり抑えています。無線規格の中でも特に電力消費が少ないものを、使用されているということですね。ちょっと今iPhone が1台しかないんですけど、はい、2台あればもちろん携帯から携帯に、第三者へですね、これが例えばゆうやの部屋であったら、このゆうやの部屋の権限をですね、他の友達とか彼女とかに、発行することができるんです。あ、それはめっちゃ便利だ。これは、例えば、まあ、メールとか、あとは電話番号とか SMS、LINE、Facebook、そういったメッセンジャーを使って友達にとか彼女とかに鍵を発行することができる。めっちゃ便利じゃないですか。例えば、このですね、はい、この部屋を共有する際に、ユーザーを選びで、今回は電話帳から選びます。で例えば、まあ、一番上の人を選んで、でこの人に例えばいつからいつまでこの私の自分の、部屋の権限を渡しますという時間を選びます。で送信というボタンを押す と、ちょっともう一台 の iPhone の方に メールが飛びましてですね、その URL を、開くと、開けるアプリを持っている人であればこの部屋が追加されて
持っていない人はアプリをまずダウンロードしていただいて、URL 踏むと、このアキルの権限が、決められた時間帯だけ。すごい、これはこれは本当にめちゃくちゃすごいです。私ね、はい、あのこのデモの中で一番びっくりしました。だって鍵って合鍵に複製するの大変だし、そうですね、ましてそれ何人にも渡すとか絶対嫌じゃないですか。そうですね、ね、でもなんか飲み会するっていう時にもう開けるんで送っとくからちょっと来たら普通に入ってって言ったらみんなピッてやって、はい、そうですね、あの酔っ払った中で一時玄関まで迎えに行かなくていいとかね。そうですね、しかも締め忘れもないしみたいな。そうですよ。あとこれあれですね、もうちょっと特殊な話かもしれないけど言っちゃうと、レンタルオフィスとか、はい、なんかね、あのホテルとかでも ね、はい、あの場所を貸したいとか、あと何なんだろう、イベントスペースへの入退場とかもそうですね、できちゃうっていう意味で、なんか自分でビジネスされたいっていう方もこのアケルン使ったら新しいことできると思うし、はい、あの鍵を渡すその物のやり取りの面倒くささがね、もう一気になくなりますから。そうですね、あれですね、なんで極端な話、こう東京にいて大阪にいる人に合鍵を一瞬でメールで送れるわけですか。まさにそうですね、ものすごいことですよね。そうですね、これはなのでもうあの、まあ、自分がどこか遠隔に例えば物件持っていて、はい、まあ、鍵の受け渡しとかがめんどくさい場合でやっぱり遊んでる物件って絶対あると思うんですけど、はい、まあ、そういったものが、開けるんであれば、うん、ただ貼り付けるだけでいろんな人が使ってくれるかもしれないし、あとはそうですね、まあ、それこそ最近だったら Airbnb とかですね。何でしょうか。例えば、まあ、空いてる物件とか、はい、あと自分の余ってる部屋とかを一時的に貸す、まあ、サービスがあるんですけど、まあ、そういったところで使っていただけると。めちゃくちゃ便利ですよね。そうですね、まあ、すごい、そういった方に使っていただけると非常に面白いなというふうに思いますし、あとはまあ普通に自宅の利用でも、まあ、単純セキュリティももうオートロックで閉め忘れてもなくなるので、うん、まあ、便利になるということと、あとはまあそうですね、例えば、まあ、おじいちゃんとか、まあ、その、まあ、いつも入ってこないような親戚とかに一時的に鍵を貸すとか、うん、まあ、パーティーで貸すとか、あと場合によっては中の宅配会社さんとかにもパスを渡しちゃって、まあ、荷物を事前に入れてもらうとかですね、うん、まあ、そういったことで、まあ、便利になるんじゃないかなというふうに思ってますね。なるほど。あ、でもこれね、これ完全に私のただの妄想ですけど、はい、家の鍵じゃなくて、はい、開けるんで開け閉めできるボックスとか作っといたら物に入ってるとか便利ですね。いいですね。さすがに宅配会社として家の中にどうこうして入ってくるとかね。そうですね、そうですね、本当にこれは多分私たちですら想像できない使い方はまだまだできそうで、あると思いますね。開けるんっていうものを使って何かやろうってひらめいちゃった方はですね、そこ10個とか20個とかで買って何かやったら、そうですね、めちゃくちゃ面白いことできちゃいますよね。できると思いますね。いやー、すごいですね。では、一旦おさらいをすると、はい、どこがすごいかと、まず、はい、簡単に取り付けられる、の貼り付けるだけです。大きな特徴ですね。ネジもドライバーも工具もいらない。で、今まで通りの鍵を挿して回すという使い方も邪魔をしないで、オートロックにもなるで、あれですね、もちろんスマホから開けられるというのは当然そうですけど、あと、まあ、友達とか会社に対して鍵をメールとか LINE とかで送れるっていう、一番びっくりしたのはそこですね。データで合鍵がもう送れる。そうですね、もう LINE で何でも違いできるじゃないので、あ、自分の家の部屋すらすごいですね。共有できる時代が来るんじゃないかなと思いますね。わかりました。あともしあればですけれども、はい、他にもなんか類似のサービスがあったと、類似のデバイスがあったという時に、はい、アケルンはここはちょっと負けてないぞというところがあったら教えていただけると。そうですね、あの僕らのスマートロックロボットというふうに呼んでいてですね、はい、まあ、いかにこのロボットとしてあのドア一体型のですね、まあ、デバイスを僕らは目指しています。なので、はい、将来的にはなんですが、例えば、まあ、ロボットなので、家から、出るタイミングで、まあ、あのネットつながってるので、今日はあの雨が降るから傘持っていけよって玄関でこう教えてくれるロボットになるとかですね、まあ、ちょっとこれ今後という形になるんですけど、はい、とかあとは例えばギリギリに家を出た時にはあのいつも乗ってる電車まであと例えばあと7分30秒だからちょっと急げとか、あとはまあ帰ってきたらあの、まあ、いつもそうかな、いつもより遅い時間だったら優しく例えば開けるの命令をして電気を落としてくる、あの優しい光を灯してくれるとか、あとはいつも見てる番組を勝手につけてくれるとか、まあ、そういったロボットをどんどん、はい、ロボットとして進化させていきたいなというふうに思ってます。
ね。あれですね、ベターなところで言うとあの萌えボイスの開けるのがあれかもしれないですけどね。でかつこれ面白いのはやっぱり開けるんはあの、まあ、中にそのマイコンファームが積んでて、はい、将来あの今すでにですねこの iPhone 自分の持ってる iPhone を経由して実は開けるアップデートできるんですよ。なのでこれを海外でいただけるとどんどん進化していくんですね。なのでどんどんあなた向けのコンシェルジュというかそういったものにどんどん発展していくっていうところが大きな僕らのスマートロックロボットと呼んでいるところですし、まあ、あとはこういった、まあ、オートロックとかドアただスマートフォンで開閉することが目的ではなくてドア全体のユーザー体験が圧倒的に便利になると思うんですよね。これまでは鍵で開けてわざわざつまみを回して家に入っていた、はい、で今度はつまみを回してまた鍵でガチャガチャ閉めて出ていったっていうところがスマートフォンで押すっていうところだけであとはもうスムーズにもう全く鍵を意識せずに生活ができるので、まあ、そういったユーザー体験全体をあの設計デザインしているものなのでそこはあのもう世界中見渡してもこういうものはもう唯一だなというふうに思います、ね、すごいですね。あれですね、あの何年かしたら鍵とか使ってたよねとかってあの切符あったじゃないですか。まさにそうですね、あのもう今スイカとかピタパとかイコカとかビーっていきますけどす、ね、切符たまに買うとびっくりするんですよね。あ、そうそうっつって、あ、そうですよね、まさにそのあ昔回してた、まあ、車の鍵ってもうそれに近いですよ ね、 そうですね。たまになんか物理的に回しますけど今もうリモコンとか近づくだけで勝手に開けるようになってると思うんですけど、はい、それが今家の鍵でも当たり前になるんじゃないかなというふうに思ってますね。未来ですね。というわけでドアの開け閉めを再発明する開けるん、今日はですね川さんにご紹介いただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございました、はい、では恒例のバイヤーせーのバイヤー